超手持ちの積むすべて紹介し終わりまで終われません。続きましてはブルートです。ブルートね、ほんとね、もうなんて言うんだろうな、世界の犬の中で賢いのをあげるとしたらもうブルートか、もしくはもうクレヨンしんちゃんに出てくる野原シロ、もうどっちかって感じかな。世界って言った、あ、まあ、世界か、世界だよね、うん、世界で比べたらね、もうディズニーかしんちゃんかっていうところだね。まあ賢さっていう意味ではプルートも賢いんだろうけど、タフさっていうところで言ったらやっぱりシロなんだろうな。骨投げます、可愛いです、というところだと思うんだよね。あと犬のキャラで賢いっていうのが浮かぶの誰だろうな。まあ、ワンワン物語とかでね、いろいろ犬が出てきたりしてるんですけど、犬というか、その、ディズニーの場合は、こう意外とサブキャラ、その犬に限らずサブキャラのね、なんかペット的な存在のキャラがすっごい賢いかったりするやん。なんか、あの、なんていうの、例えば、アナと雪の女王のスベンとかさ、アラジンに出てくるアブーとかね、ああいうね、こう賢いやっぱサポートキャラっていうのが動物でいてくれると、飼い主としてはもうなんだろうね、こうペット冥利に尽きる、逆ペット冥利に尽きるのはあれか、どっちかというとペット側のあれかまあ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 いいじゃないですか、ね、だって、はい、だから骨投げます、っていう感じなんだよね。いやー、賢いペットがいると飼い主さんもね助かりますよね、ほんと。もう一回くらいいけるか、もう一回くらいいけると思ったけど、ギリギリ時間が足りなかった。はい。ということでね、まあ、ブルートちゃんは、可愛く骨を投げる、そんなつむでございました。では次回お会いしましょう。バイバイ。